結論から言うと、人生トータル両立バランス、すべて長い目で見ましょう。僕フォルテ。おはようございます。フォルテです。本日は皆さんからたくさんご要望をいただいております。ピアノと勉強の両立について、愛媛大学教育学部出身のピアニスト、YouTuber、フォルテが皆様にできる限りの知識を、そして僕の経験をお伝えしたいなと思いますよ。なぜこの話題を取り上げるのかと申しますと、いろんな方から DM が来ます。ピアノと勉強の両立方法を教えてください。ピアノと勉強の両立方法を教えてください。ピアノと勉強の両立方法を教えてください。俺はあなたたちの先生じゃない。だがしかし、教育学部出身のフォルテは皆さんに答えたい。そう思った僕は今回動画を撮ることに決めました。皆さんたくさんの DM ありがとうございます。返信できずごめんなさい。この動画でぜひ解決してもらえたらなと思いまっちゃ。まず僕は中高一貫ではなくて、なんでその嘘つこうとした。僕は普通科でした。普通科の音楽科みたいな感じのね、高校に行ってました。で、勉強はまあ普通に授業を受けてました。まあ勉強とピアノの両立、僕はどっちもできませんでした。僕の経験ではね。釣りとかが好きだったので、高校の間はもうフィッシングにもう明け暮れ、ブラックバスを釣ってました。外来種を。一つも食べれない外来種をずっと釣って、まあフィッシングが趣味だったので、まあ勉強とピアノの両立全くしてませんでしたね。もう勉強もピアノも最悪です。どっちも何もしてなかったです。で、まあ愛媛大学に入って、で、愛媛大学に入ってからは、まあ、どうやってね、両立したらいいんだろうなとか僕も思ってたんですよ。その性格上、やっぱ何かを犠牲にしないとできないタイプで、集中したらゴッて、集中したらカッっていうね、やるタイプだったんですけど、やっぱね、その集中できなかった時、例えばね、僕大学に入ったら、まあ、ピアノに集中はあんましてませんでした。大学4年生の時に、ガッてピアノは集中したんですけども、大学1、2、3年生の時は、まあ、遊んだり、筋トレ行ったり、あとは勉強って言っても、お金の勉強しかしてませんでした。そうなんですよ、僕。経済が回る様子が結構好きで、いろんな社長さんのところにお勉強に行ったりとか、図書館に行って、どうやったらその社長、経営者になって成功できるのか、みたいなことはよーく勉強してました。でも、数学とか英語とか国語とか漢文とかそういう系のお勉強っていうのはね、一切してませんでした。なんでか。まあ、こんなこと言ったら怒られると思うんですけども、好きじゃなかったんですね。そうなんですよ。やっぱ人間って不思議なもので、好きじゃなかったらやっぱできない。こんなにカメラ向けて喋れる。その喋ることが好きじゃなかったら、フォルテ誕生しません。このような形でね、今こうやって仕事をしてるんですけども、この仕事も僕が好きだからできているってことがあって、やっぱこれ喋ることがね、嫌いな人もいますからね。喋ることが嫌いな人にも、しろやって、もう絶対できないから。どうやったら両立できるかですよね。すいません。両立できるかは、まあその自分が、その自分の人生で今後、どうなりたいのかで決めるべきだと思います。大学に行きたいんだったら行くべきやし、でも、その大学が勉強しないと入れない大学ってやっぱあるんですよ。まあ、普通の大学ですね。で、音楽大学っていうのは勉強もしないといけないけれども、それ以上に音楽ができないとダメ。だからこそ、やっぱり高校中学の間にもし音大とか行くっていう決めてる人は結構やっぱ音楽を重点的にやってる人が多くて。で、まあ僕が行った教育学部っていうのはね、勉強をたくさんしながら、でもピアノもたくさんしてる。でもピアノは音大に行こうとはあんまり思ってないぐらい。仲間たちが集まってきて、まあ僕と似たような方たちがたくさんいたんですよね。やっぱ同じところに同じような志を持つ仲間がおって、まあどのくらい自分と音楽の人生にウェイトを置いてるかっていうのが合う人が、大学にはちょうど合う人がたくさんいたので、まあ遊んだり音楽を楽しんだり、あと勉強したりっていうのをね、それで初めて僕は両立ができたかなと思います。まあ僕の両立方法って、どちらかというと、長い目での両立方法を考えてて、みんなが多分思う両立って、勉強とピアノどっちにしたらいい、どっちもせんといけん、どうやったらいいのっていう考えだと思うんですよ、今はね。でも僕の考えは、例えば4年間の間に全体的に向上したらいいんじゃねんかっていう考えで、僕はこういう方法でいろんな勉強してましたってことなんだけど、大学1年生の頃は経営とか、まあ世の中の流れとかを、マーケティングとかを勉強した。大学2年生は、スポーツ栄養学を勉強した。
ました。大学3年生は筋トレを勉強した。大学4年生はピアノを勉強した。すると、相対的に全部が両立できたことになるんですよ。4年生の中で見たらね。4年間で見たら、全部がちょうどちゃんと勉強できてる。1年間本気で勉強できた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 。から、5年後の時の自分では、その4つはトータル両立できた。全部が両立できた。っていう風に見えるんですよ。見えるというか、両立できたんですよ。できたんです。だけど、でも1年間で、だけで見てしまうと、言ったことわかります？高校3年生だけとかで見てしまうと、両立の仕方っていうのがわからないと思うんだけど、高校1年生から、1年生の頃は勉強、2年生の頃はピアノ、3年生の頃は、どっちもだったら、それは4年後の自分は両立できてるんですよ。ね、僕はそういう考え方なので、この考え方は、ちょっとね、失敗することもございます。例えば、こういう例です。やべ、高校3年生になりました。両立させんといけん。俺は音大行きたい。でも今勉強してんのは勉強。高校3年生の間勉強。あれ？音楽の勉強させんで受験しちゃった。あ、落ちちゃった。みたいなことが起きるので、ちゃんとご利用は計画的にみたいな感じで、お勉強も計画的にやってくれたらなと思います。で、もし、高校3年生で、もう間に合わないじゃんみたいな感じの人いると思うんですけど、甘い。音楽っていうのは生涯学習論です。一生かけて勉強するものなので、自分が一生の間にどこまで行きたいかっていうのを定めて、両立をしてもらえたらいいと思います。焦らず、自分のやりたい方向に向かって、何が一番自分の人生で今大事なのかを考えた上で、両立してもらえたらなと思います。今すぐそれを両立する必要はなくて、トータル的に両立をしてください。でも、僕のやってない両立っていうのは、大学3年生の間、一切ピアノ弾いていないっていうわけではございません。一日こうでね、ピアノちょろちょろっとね、一日30分でもね、毎日は続けてました。かじる程度に。10分でも20分でも。まあ弾かない日は基本なかったですね。でも何時間も弾くことは絶対なかったですね。まあ本当に1時間とか2時間とか弾いたことは、ほぼほぼなかったですね。本当にこれは、お約束します。ピアノは、4年生の時には本当にものすごく集中して12時間弾いたっていうぐらい、もう朝5時からもう自分でもう4時から起きて朝食を食べて5時から練習を始めるっていうプログラムをずっとね、で夜の11時までピアノ弾くっていう練習方法をずっとやってて、その時に大学3年生の分を慌てて取り戻すみたいな感じで、慌てて、まあ、プラマイゼロみたいな感じで、両立を無理やりさせたみたいな感じだったんですけど、まあ、これはね、超人技なので、なかなか真似できないと思うので、皆さんは、この、例えば僕は20分とかしか弾いてなかったから、12時間弾かんといけんっていう結果に招いてしまった。自分の理想像に近づくためには、大学4年生の時に12時間弾かんといけんっていうね、ことを起こしてしまったからこそ、みんなには、それを1時間にやるだけで、大学4年生の時にピアノやりたいな、自分の理想像に近づきたいなって時に、それがね、もう本当に8時間くらいで済んだりとかするから、そういう両立をね、してもらえたらいいなと思います。で、まあ、小中高とかね、いろいろね、その、まあ、義務教育、小中の時は義務教育って言ってね、勉強がやっぱね、やるべきですよ。なぜ勉強をそんなにやるべきかと言いますと、やっぱ勉強っていうのはね、自分の人生の視野を広げるんですよ。その視野を広げるために、その選択肢を増やすために勉強をしておくといいなと思います。全く勉強せずに音楽だけをやっぱしてしまうとね、どうしても選択肢が少なくなってしまいます。だからこそ、まあ、勉強は絶対しときましょう。まあ、教育学部出身のフォルテさんが言うんでね、結構これはね、やっとくべきだと思うんですよ。まあ、やって損はないですね。本当に。損か得かで言ったら、得しかないです。選択肢を広げて、自分のやりたいところを見つけていくっていうね。ここの話をすると、やっぱ音楽っていうのは難しい世界です。まあ、これはあんま言いたくないけどね、マイナスなことはやっぱ YouTube 上ではあんま言いたくないけど、まあ僕は YouTube のおかげで大丈夫なんですけど、やっぱね、YouTube なしでピアノだけで食っていけって言われたらやっぱ結構難しいと思いますよ。例えば僕が皆さんに YouTube とかで全く知ってもらえずに、街で音楽教室を開いて、一歩ずつ、少しずつピアノをやって、ピアニストとして活動して、お客さんがやっぱ集まらないです。でも、それでもやり続けるっていうのはやっぱね、やっぱ結構難しいところがあると思いますので、生活っていう上ではね。僕がこんだけ YouTube を使えたのも、大学1年生の時に勉強した SNS の勉強だったり、そのマーケティングとか経営とか、まあいろいろなね、勉強ができたから、これができてるだけだから、まあ小中高の義務教育の時は、ちゃんとテストは100点取れるように勉強してました、僕は。
ものすごく母が厳しかったので、100点を取らないと許されない家庭だったので、ずっと小学校の時は勉強してました。しかも、今まで見てもらったら分かる通り、鬼のピアノの練習、あれもしながらやってました。友達と遊んでたの？ほとんど遊んでません。僕はそんなにね、友達と四六時中遊ぶのが別に好きではなかったから、良かったんですけども、それ以外の時間はピアノと勉強をずーっとしてました。ずーっとです。今こうやって YouTube でできてるのも、そのずーっとしてたピアノをずーっとしてたから今こうやってピアノが弾けるっていうのもあるから、してて損はないので、まあ皆さん、どこまでピアノをやりたいか。義務教育の中でどこまで勉強をやりたいか。まあ勉強は絶対やりましょう。宿題も絶対出しましょう。宿題。学校の先生が宿題持ってきてくださいねって言ったら絶対出しましょうね。やらないやらない。ダメダメダメ。今後のね、例えばピアノとかにもつながります。この課題曲やってきて、やらないやらないになってしまうから、きちんと学校のね、言われたお約束を守って、で、それつつ、ピアノもきちんとやる。で、やるって言われても、そんな何時間もやる必要ない。1時間でも30分でも決めたんだったら、絶対にその30分間だけ集中してやってください。お母さんもこれは分かってあげてください。ポルテ君みたいにあーみたいになっちゃうから、何時間も座っちゃうとね。だからこそ30分でもいいからやるべきその課題を、ピアノの中でもやるべき課題が絶対あるから、そこをまず重点的に見つけてあげてやってみてください。で、その課題が見つけれない場合は、まあフォルテの時々やってるそのイベントレッスンとかに来てください。するとフォルテはそこで何をしていいかお伝えさせていただきますので、あとはね、ピアノの先生とかに習って何を改善したらいいのか、課題を教えてもらってください。で、課題を重点的にやると、すべてがうまくいくと思います。についてなんか長くなっちゃったけど、両立の話については、人生トータルバランス両立みたいな感じでね、大きい目でやってみてください。なんか解決できた？できんかったらもう一回 DM ちょうだい。ごめんなさいね。ここまで見てくれてありがとうございます。グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。